た動き出す。あれ、うん、録画スタートしちゃってます。うん、いいよ。録画開始しました。うん、やるんでないの、降りる程度できるか分かんない。いや別に、ただ空港で行き帰って次の順中で一駅戻るってホームで待っててください。
出るの？出ない。ああ、じゃあもういいかな。で人が来てるのか、ウォーキング。まっすぐ。スタート地点で入れてかったらいかんのか。いや、もう撤収されちゃった。あ、撤収されたの？いないのか。もう疲れた。じゃあいいだろう。あ、そっか。じゃあもういいねえな。ポイントつかないんだろ。帰ったことないけど、まっすぐ行きます。
間ぐらい撮れたけどな、同じファイルで。これ何分、2時間ぐらいいけるのかな。画質がアップしてると思うんだけど、どうなんだろう。3時間は撮れるのかな、ちょっと。寂しいだから、撮りっぱなしにする。これもう一つあったな。熱がだったら持続的にシャットダウンするんだろうか、うん、これ結構熱上がるもんな。
これ刺して、うん、刺せばいいかね、うん、じゃあこっちに押すのって持ってて当てます、うん、じゃあかライト電池、うん、これどうかな、わからないけど一回止めていかんのかな、うん、それ止めて無鉄のハイキングしたよね、はいはい、ちょっとこれ全然わからない地図が全然わからない、まあ、とりあえず釣り薬局が見えるところまでまっすぐ行って釣り薬局の手前の交差点を左に斜め左に曲がります。ああ釣り薬局が見えるまでまっすぐ行ってその手前の交差点を斜め左に進んでいきます。避難施設ミュージアムに行きます。うん、じゃあ行こうか。うん、うん、この通り、まっすぐ。
18% 警告が出た、はい、うん、出てますね、うん、おそらく、うん、自動車のまあでもポイントは大したことないので自分で、うん、調べられます。でもまあ、まっすぐね、しばらくに左に月ドロンコパンとか、あ、できてる、できてる。あ、ダメだ。戻った、うん、やっぱダメなんだよな。一瞬ついとったけどな、消えたんだよ。やっぱりバッテリー、でも入れねえんだろ。まあ別にまだお腹空いてなかったから、うん、私まだ大丈夫。じゃあそういうわけで、まもなくこの交差点右に曲がると見えてやるよ。渡るの？はい、まっすぐ行くと、ほら、看板見えてきたので、今度取った方がいいかな。ダメなことに見えてやるね。どっち？はい。
ティアムの駐車場ってあるから。あ、そこ、ここでないの。わからないけど、地図ではまっすぐ行って、あの左側に曲がってくるっこれでないの。違う、ここからでも行けるのかどうかわからないけど、まっすぐここに行って行けるのか。まだ 16% だから、多分充電されていってるんじゃないかなと思うんだけど、分からんけど。あ、こっちか。なチーズな、うん、じゃあいいんじゃないのか、Thank you.
バッテリー外したらもうそのままこっちからこっちに行くのかな。ちょっと立って椅子ある？大丈夫です、うん、いいのか写真で。
Thank you.
古い母ちゃん前のバッテリー持ってきたろ、これ繋いだら続けて取れるんじゃない。もちゃんもうダメだったらねえ、あれ中のパックになるだろな、冬なバッテリーさ、あれ川の川っていかがかなと思ったけど、これ使えるもんでさ、うん、もう買わなくていいな、うん、ダメだったらバッテリー4個ぐらい買わんといかないかと思ったら、使えるからいいやな。前のカメラバッテリー3つあったろ、うん、あバッテリーなくなったらもうね、充電しないといかんだろ。でもここ、まあ携帯使ってたあれでいいかな。充電しながら撮影できるかな、いいな。46から下がってねえもんかな、うん、というな、うん、な中は確認だろ、そう水にキャッチしますか、手で捕まえますか、ここにあるんだよ、見えるか、これまあいいや、あ、いいよ、行って水されてます、水つけますか、これだけ？これだけ？
もうあの人がいなくなった。青がこう点滅してるときは充電してるってことだな、うん、43から3がなくなる。問題はパソコンで 3D を認識するかだなって。まだ始めてたからな、ガちゃん。古いカメラはもうソフト終了したんだよ、編集ソフトが、うん、YouTube にアップできなくなったんだ、うん、だからしょうがねえこれ買ったんだよ、うん、9月30日で終了したもんだよな。まっすぐか。いや、こっち。まあ、ええ、こっちはもう。この後どうするか。うん。じゃあ、さっきの道を戻る。あの、あれ、高さって。違うよ、あれ。34.0 になってるだろ。うん。取れていない。いや、これ津波のあれか。戻れるのこれ。あ、ふいに聞けばいいな。ここちはなんだ、関係ないの。あ、なんだ。あ、一緒なの。あ、じゃあ戻ってもいいかな。冬帽子いるか。いや、父ちゃん持ってるよ。ほら、あ、あるの。
だから、はい、ちょっと待って、バッテリーのマップ聞いたら、うん、こう、切れた。でも下がっていないってことはいいんだな。左側が何か使ってるのかな、足。これ斜めになってるだろ、うん、だからこっちに負担がかかる。冬は何とも感じねえんだな。いやいや、と四ツ山ごぼうで、どこ？四ツ山ごぼう。あ、本当だ。この間、ここにもあったな。ね。もうここにもうしなびてるな、これ。これ触ったら激痛が来るの？でもなんかかぶれる。あ、柿か。
で、こっちか、足なり何
く取れてればいいな。
やいやまあいいか。
何？まあまあ、その右手の上りがまだ。上がるの。ここで安いの？Thank you.
ち何も駐車して、うん、そうだね。あ、もう結構、もう一回
さっきのとこだな、うん、そうだよ、うん、で、どうすんのこれから、背中を取ってる。これがそう。行くの？ああ、ここにもあるんだ。後ろ何もないから、後ろ父ちゃんの後ろな。
何もないですよ。あ、いいか。よし。これなんか。去年。ここではある。土管坂の前になんかある。ここ入れるのか？回る。Thank you.
全然だか。パッと。どちらでも。うん。グリル？うん。下のままでいいな。聞こえんのか？聞こえない。
みのすけの便器。取ったの？あ？取ったよ。あ、取った。取る？いや、取らない。出るぞ。滑るからな。NG？ じゃあ私アップしてますので、うん、映らないようにこっちじゃあこれで堂々と撮れますよ、うん、こっちか、うん、あの左側です。ここがすごい、うん、ああ外れた。あ、私も来ました。あ、もう
Thank you.
10% で録画できる。大地の手220円のこれと同じタイプ C の2メートルがある200円の全体数、うん、じゃあそこでじゃあ、うんうん、Eフェンスにダイソーはチントヨタのところある、うんうん、あとね、うんこれ、三河トヨタ 5時35分、15分後に着くんだけど、うん、あの 5時40分に新トヨタくらいにこれ着くんだけど、うん、その5分後にあれ、なんかギリギリ、あの普通の建設の方の受付、うん、また45分と5分くらい余裕あるし、若干ゆとりあるから、うん、まあダメ元で、私また、うんうんうん、行ってみていいかな。うんということで、父ちゃんと母ちゃん、さっき渡した切符、ちゃんと向かうと歌で出れるようになってる。セリアにはちょっと、セリアは110円均一だから、あの1メートル超えるのはないです。うん、ダイソーならウェブでちゃんと2メートルとかあるから。これよりちょこっと長いのでもいいよ。うん。だったら、これよりもどうだろう、うんうんこれで、1メートル、大体50メートルなのかな、うん、うん、この2倍1メートルならどうかな、うん、めぐり屋でもあるのかな、うん、じゃあいいよ、うん、うん、そこで、はい、うん、なんかそれでいいみたいだから、じゃあもう今日は、うん、もう私も含めて、うん、もう帰ろうかな、まあ、はい、
これはどこで使えるの？これは。まあ、あの私のモバイルバッテリー充電機台とか古いスマホとかタブレットの充電に使える。じゃあ直近、ここ直近だな。家帰ったらね。うん。これも使えないもんな。うん。もうバカバカ。Thank you.
作りをトータルサポートするトヨタスマイルライフへお越しの方は次でお降りください。 The next stop is 三河トヨタ。交通系 IC カードで岡崎駅からご乗車の方及び JR 線からお乗り換えの方で岡崎駅ホーム上のピンク色の改札機にタッチされなかった方は車掌または駅係員まで